今までずっと景色があんまり変わらなくて、なんか林の中にいたりとかするんですけど、あそこで一気にパーって景色が開くんですよね。来た来た来たっていう感じになって、ちょっとテンションが高くなるんですよね。7、8年前からもう毎年新城は出てるんですけど、毎回来るたびにやっぱりこのコースってきついなっていうのを感じてるんですけど、っていうのもそんなに標高がすごく高い山なわけではないんですけど、小さな起伏のアップダウンがずっと続いていて、でレースコースとしては景色とかもなんか似てるコースが後半なんですけどずっと続いていて、あれここさっき通った気がするとかこの鎖場なんかさっきも触った気がするっていうような、なんかデジャブじゃないかなって思うようなコースが何回も出てきて、それが精神的にもやっぱりきつくなってきたりして、あとですね、岩場が結構多いので、今日なんかは午前中その1周目はそんなに雨に打たれなかったんですけど、もうちょっとやっぱ濡れてたのでスリッピーな岩場が多くて、結構前後の男性陣みんな転んでたので、私もちょっと1回転んだんですけど、ちょっとそこでやっぱりスピードを抑えてしまうので、ダブルは本当に1周目本気で走らないと私間に合わないので、少しでも速く走りたいんですけど、ちょっとそこで苦戦しましたね。1年以上ぶりのレースだったんですけど、走ってみてちょっと不安だったんですけど、走り出してみると、あ、意外といけるかもしれないと思っていて、ダブルにチャレンジしたのはこれで今回で4回目ではあるんですけど、ちょっと今年も完走できず、関門に間に合わずDNF となってしまいました。前後のよく知った顔の人たちの男性陣もみんな結構辛そうでこのコース、まあ、ダブルは本当に関門が厳しいので、1周目は5時間半の関門なんですけど、だからといって5時間半で来てしまったら確実にアウトで、まあ、今回私5時間ちょっとかかってしまったんですよね。主催者の高木川さんに聞くと、やっぱ4時間45分ぐらいの余裕で帰って1周目を終わらないと次の関門が難しいっていうのはよく聞いていて、あと2時間あるんですけど、次の関門まで亀石の竹まで2時間あるんですけど、1周目のフレッシュな状態で1時間45分で行ってるんですけど、そこを2周目で2時間ではとてもちょっと行けないの で今日はちょっと5時間オーバーで1周目入ってしまったので、ちょっと無理だなっていうのはもう2周目をスタートした時点で思いました。まあスタート2周目に行かないわけにはいかなかったんで、スタートはしたんですけど、ちょっとやっぱり間に合わなかったですね。64キロ完走するのは相当、そうですね、まずメンタル2周を完走するぞって強い意志をないと、やっぱここは完走するの難しいし、あとはやっぱそのアップダウン起伏のどんだけ走ってても平坦走ってたんじゃ全然やっぱりここは違うので、アップダウンになれる、いやでも私思うにはここのコースはここに来て走らないとやっぱりね、なかなか難しいなって、まあ私の走力だとっていうことなんですけど、厳しいなっていうのはいつも感じてます。新城の魅力ってこの、まあ、きついではあるんだけども、このアップダウン割と嫌いじゃないんですよねずっと走りやすいトレイルもいいんですけど、レースとしてはアップダウンがあった方が今まで の経験上割と勝ちやすいかったので、嫌いじゃないんだなっていうのはいつも思っていて、でも雨だし、いやちょっと本当周りの男性陣も言うんですけど、これがこう雨だから悪天候だから楽しんじゃうみたいな人もいるんですけど、いやそれもちょっと分かる気持ちもあって、普通じゃないトレイルを楽しめる、なんていうんですか、日常じゃない非日常をこうなんか楽しめるっていうか、そこがトレイルランニングの魅力かなとも思ってるので、もういつか本当に完走したいんですけど、なんかやっぱり毎年チャレンジしたくなる魅力あるトレイルだなといつも思います。